聞いたらもう12時ぐらいまでやったろうかと思うんですけど、明日の委員会会議の時は来ないとなと思うんで、今日この辺にしときましょう。明日商工商会が新横浜だっけであって、プリンスホテルの方であって、傍聴券とかうちの、見に行ったりとかしようかなと思ってるんですけど、もうそれからそのまま帰って委員会で採決って普通にありえないでしょっていうか、今日の今日までそういうことを言わなくて突然1日前になって言うのはやっぱなしでしょう。やっぱこういうやり方でしか決められないんですかね。いやマジふざけんなって思いますよね。まあ新横浜行きたい人は行けばいいと思うんですけど、さらに新横浜行った人はまた国会前に落ちてください。今日は多分1万トンで5000、6000ぐらい行ってると思うんですけど、明日はこんなもんじゃないでしょ。10倍は集まりましょう。10万人集めてもう一回あの世を作りましょう。警察の人も今日おかしいでしょ、カズ、あれ見てくださいよ、どんだけいいんだよって。でこんないなかったでしょ。でなんか私来るのも分かるんですけど、だってっていうか、まあ官邸の方からもあれなのか知らないですけど、どうせ強行採決通してそんなに人も呼んでどうするんですか。どういうことっすか。なんか挑発されないようにうまくやっていきましょう。賢く逮捕されてもいいこと何にもないですから、賢く怪我しないように怒りをぶつけていきましょう。金曜まで毎日やってみましょう。多分明日引退採決だったら、もしやらせないつもりだけど引退採決もし決まっちゃったら本会議そのまま行くとは思えないですけど、でまあそうかもしんないし、ちょっとこのスイーツは、まあ、クソ仕事も皆さんあると思うし大変だと思うんですけど、連日取れない人もたくさんいると思うんですけど、なるべく呼びかけて、ツイッターでもフェイスブックでもミクシーでも何でもいいです、メールでもいいです、呼びかけましょう。まだ対決どうやっていくんだろうって人もたくさんいるかもしれない。テレビで気になってるって思ってるけど、なんかどうなんだろうって思ってる人もいるかもしれない。結構周りの近い人がそうだったりするんですよ。僕も最近すげえ仲いい友達が、でも俺も行っていいかなって言い始めて、お前来てなかったのかよと思ったんですけど、つい最近なんですけど、そういう人も絶対いると思うんで、絶対今調べたら100万人ぐらいでも行ってるんですよ、この間で。絶対そんなもんじゃないですよ。100万人とでも言ってたけど、多分見てておかしいと思ってる人はその10倍数百倍ぐらいいるかもしんないんで、数百って言ったら1億になったか数十倍いると思うんで、呼びかけていきましょう。ここにいる人って全員 Facebook と Twitter に書いてもそうなりますよ。もう今日のタイムラインっていうか、なんすかあれ、名前が出てこなかった、トレンドとかにもうそっくりになりますから、やったりましょう。できることは何でもやろう。もうあとのことは後で考えましょう。今できることを考えればいいんですよ。
どうせやっても変わんないって言ってんのが一番変わんないですからね。時間の問題ですよ、それ。やれることやりましょう。お疲れさんでした。今日ここの交差点も通れないので、あの下から桜川門か、こっちは永田町で、あっち海岸にいる方は国会議事堂の駅か、あの桜川門の駅からお願いします。お疲れ様です。また明日集まりましょう。よろしくお願いします。明日も同じ時間で一応考えてますけど、委員会とかによって、みんなが来れる時間に集まりましょう。ライブなんちゃう、泣いた、みんな泣いちゃう。向こう側の歩道が混雑していますので、桜田大駅は有楽町線です。永田町駅は南北線と半蔵門線の駅です。今日は一定通勤による水戸門橋、水戸門橋のため整備を行っています。お帰りの皆さんが高速の方にお進みください。お協力をお願いします。中田線と丸の内線、ご利用の方は桜田門駅の奥行って警視庁の方を上がりますと、霞が関があるのでこちらをご利用ください。ご覧のような混雑状況にあります。現在は事故防止のため横断することができなくなっています。ご理解とご協力をお願いします。お帰りの皆さんはそれぞれ皇居の方にお進みください。この場所で立ち止まっていますと、向こうの方も横断することができません。ご協力をお願いします。このまま3時に一回歩道に入ってきます。こちらと同じように反対側の歩道上もご覧のような混雑状況にあります。お帰りの皆さんはコートの方にお進みください。それぞれコートの方にお進みください。お帰り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 ください。皆さんが立ち止まっていると同じように向こうから渡る方通れませんので、ご協力お願いします。人の流れができてきましたので、こちらにお進みください。皆さん人の流れができてます。こちらにお進みください。による事故防止のためやっています。事故防止のため整理を行っています。皆さんがこの場所で立ち止まっていると、向こうから横断してくる方、横断しきれずに車道に取り残されてしまいます。皆さん冷静になって、それぞれお帰りの方にお進みください。冷静になって人の流れになってお進みください。ご協力お願いします。周りの方からも呼びかけ流してください。ご協力お願いします。